え、ひろゆきさん、エゴサしますか。はい、私は年収5000万程度の漫画家です。エゴサするときっと戦えているだろうと分かっていて怖いんですが、それを見てみたくなる衝動に変わります。ひろゆきさん、私より何倍も稼いで、何十倍も知名度なのある方と思うし、もしエゴサする時に悪いこと言われた時の心構えなどあったら教えてください。もしそれにならえたら、私もね、そうしてみたいと思います。えっと、傷つかないんですよね。<laughs> あの、なんだろうな。例えば、じゃあ、その、僕がそのなんか死んだ魚を見をしている性格の悪いデブであると言われてたとしましょうと。 で、あ、そう考える人がいるんだって思うだけで、別にそれを否定しようと思わないんですよね。まあその、性格悪いは確かにそうなんで。<laughs> あ、ですよ、僕性格悪いんですよねって思うんで、なんか、その、その人がそう感じること自体をあまり変えたいとか思わないんですよね。 で別にほらあの会ったこともない知らない人がその自分のことを悪その性格悪いとかその不細工だと思ってたとしてもまあ別にまあそう思うんだよなっていうだけで実害がないんですよね。なんだろうな。あの例えばじゃあ横に犬がいる時に何か服着替える時に恥ずかしいとか思わないじゃないですか。 あの知らない人がいたときにそのなんかじゃあの、着替えをするときに、人の前で下着になるのは恥ずかしいとかあると思うんですけど、そこに犬とか猿がいたときに、恥ずかしいという感覚ってないと思うんですよ。で、あの昔、アメリカ人がその日本に駐留してた頃にそのあ,の、まあそに、白人の家庭の,その,なんかあの世話をする人っていうので、日本人が雇われたんですけど、その日本人がいても全然気にしないで、女性も着替えとかしてたんですよね。あの普通に服脱ぐし、下着も見られるし。でそれは別にその 家来である日本人に見られたとしても何にも恥ずかしいと思わないんですよ。だって犬とかに見られても恥ずかしいと思わないでしょっていうのがあって、その自分にとって価値のない人たちがそれを見て何を思うと別に知ったこっちゃないよねと。まあ、記事で見られたら恥ずかしいかもしれないけど。<laughs> っていうのがあって、その自分がなんか、じゃあ自分の友達とかに誤解をされたら、いやいや、それ誤解だよっていうのを説明したくなる気持ちはあると思うんですけど、なんか赤の他人のどうでもいいことに何を思われようと別に全然気にならないと思うんですよね。 っていうのなので、なんか、そもそもなんか、それで気分が悪くなるというよりも、あ、そういう考えの人がいるんだ。で、その、なぜそういう考えに至ったのかっていうので、あ、こういう行動ってそういうふうに思われるんだっていうので、その、例えば僕、あの、他人をすごい馬鹿にするじゃないですか。で、あの、なるべく僕馬鹿にするときに、馬鹿にする理由をつけてるんですよ。その、頭が悪いっていう言い方を僕よくするんですけど、その、頭が悪い理由は必ずつけるようにしてるんですよ。要はその、1たす1の計算ができないから頭が悪いとか。 なので、その、あの、根拠があって頭が悪いを言ってるので、で、それさえ解決すれば別にいいのに、解決しないから頭が悪いって言ってるんですよね。その、僕の知り合いのひよあじさんが、その、痩せたいって言って、毎晩毎晩脂っこいものを食ってるんですよ。で、それ頭悪いじゃないですか。なので、その、痩せたいのであれば食べなければいいんじゃないでもそれ食べてるから頭悪いよねっていうので、のでその、理由があるので頭が悪いって言ってるんですけど、その、他人に対して頭が悪いという人は、言葉遣いが悪いし、性格が悪いっていう表現をする人がいるんですよ。で、それを、あ、 そういうふうに考えるんだ、頭が悪い人はって思って僕は納得するみたいなのがあって、なのでその自分が何かこう評価された時に人はなぜそう考えたのかっていうのを知る機会としては全然便利なのでいいんじゃないかなと思ってますけども。